現在、2023年7月2日、7月2日日曜日、10時32分です。現在の CBC 賞2023、3600円馬券買いました。次は買い目発表に行っていきます。では次の動画へどうぞ。ではさよなら。あ、こんにちは、田中龍河です。CBC 賞2023、インターネット投票で3600円馬券買ってるんで、馬券の買い目発表を行ってきます。CBC 賞2023、馬連。13、今日の中京 11S 買ってます。中京の 11S。馬年13、1000円。オッズの方が 13.9 倍です。で次、馬年18、2000円。オッズの方が 6.3 倍です。次の馬券を発表していきます。馬連110、200円。75.7 倍です。最後に、馬連111、400円。オッズの方が 42.7 倍です。で、的中したら、回収率300%超えるような買い方をします。CBC 賞は今日の日曜日、中京11レースです。また、レースの結果発表を行っていきます。では、さよなら。あ、田中龍吾です。今、格安うどん屋に来てます。イカ天とかけうどんで350円です。今から食べていきます。今週から7月ですね。暑いんですけど皆さん頑張りましょう。なかなかいい店ですよ。食べました。久しぶりに今週は当てたいですね。もう1ヶ月ぐらい当たってないんで、当てていこうと思います。皆さん、暑さに負けず頑張りましょう。もうすぐ来週頼まされるんですね。皆さん、何を願いますか?ベッサン神戸ゴーゴーゴー、ベッサン神戸ゴーゴーゴー、ヨシノイースターゴーゴーゴー、ヨシノイースターゴーゴーゴー。もうすぐレース始まります。今グリーンチャンネルで見てます。出た。ベッセル神戸ゴーゴーゴー、吉野イースターゴーゴーゴー。16やない。お、いいところ。あ、後ろ。無理か。
いけいけ。メッセ神戸ゴゴゴー。結構花になりましたね。CBC 賞、結果を発表します。馬券外れたんですけど結果発表を行ってきます。1着710番ジャスパークローネ、2着、2着、4枠4番、4枠4番、3級優雅。3着、5枠6番、スマートクダージです。人気まで言うと、1番人気、6枠8番、9番、マックドール。僕買ってたまで、1枠1番、吉野イースターが10着です。今週は CBC 賞、3600円の負けです。来週も同じ3600円勝負と思うんですけど、正真正銘の馬券を買って勝負していきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではさよなら。ベッセル神戸ゴゴゴー。ヴィッセル神戸ゴゴゴー。ではさよなら。